おえー、もう、ニューフィーさん。どうする？マジでこれ。はい、どうも宮田です。ご無沙汰しております。なかなか動画の更新ができずに申し訳ないんですけど、チャンネル登録していただいている方ありがとうございます。ということで、久しぶりの動画になりますけども、今回はですね、とあるものを購入したので、それを紹介したいなと思うんですけど、まず最初にちょっと見てほしいのがこれ。こっちか。僕 Windows を組んで、今これ後ろに映ってるの Mac の画面なんですけど、 Windows を組んでからしばらくこのキーボードを使っておりました。このね、テンキーのついたフルキーボードってやつですね。で、ずっと Mac を使っていたので、ちっちゃいキーボードに慣れてたんですよ。テンキーレスのねキーボードに慣れていて、でこう Windows を組んだ時に USB で接続するやつじゃないと BIOS がいじれないっていうので、とりあえず購入するっていう時にテンキーを試してみようと思って買ったのがこれなんですよ。これ2000円ちょっとぐらいの安いやつですよ。今回購入したって言って説明するものではないです。でこれ使ってみて分かったんですけど、これ便利だけど邪魔っていうので、僕は小さいキーボードを探しておりました。でね、僕がキーボードを使う時っていうのは、このテンキー使うのって事務処理とか会計処理とかする時はすごく非常に便利なんですけど、編集中とかにもショートカットキーを使ったりするので、このフルキーボードがね置いてあるとめちゃくちゃ邪魔なんですよ。っていう意味で、まあこうテンキーとかが必要な場合には、それをまたその必要な時にね、隣に置いてやる方がいいのかなと思って、今回はフルキーボードじゃないものを探していたという感じですね。で僕がキーボードに求めていたものっていうのは、最初に簡単に説明しておくと、まず小さいこと。さっきも見せたこのキーボードがフルキーボードって言われるもので、まあこれを 100% とした時に、よくこうキーボードの中ではこのテンキーが、間違えた、こっちじゃない、こっち、テンキーがないもの 80% で、これこのね、この部分、なんて言うんだろう、この部分がないものが 60% キーボードって言うんですけど、僕はここまでがいい人間です。こっち側はいらない人間なので、今回は 60% のキーボードを探しておりました。でもう一つ、二つ目ですね、キーボードを探す上で気にしたポイントっていうのが、 Windows と Mac で両用できること、兼用できることですね。でまあキーボードってとりあえずつなげば多分 Mac でも Windows でも動くんですけど、キーの配置とかキー操作のね、認識の方法とかがちょっと違うので、まあ両用できるものが欲しかったっていうものです。今 Mac があるし、Windows も僕はメインで使っているので、両方使えるものが欲しかったっていうことで、あともう一つ、その Windows と Mac 両方で使いたいっていうのに通ずるんですけど、 Bluetooth が良かった。有線はそもそも僕はこう机の上にねケーブルがたくさん出るのはあんまり好きじゃないので、無線が良かったし、このペアリングして Bluetooth で切り替えれるっていうものが欲しかったっていう時に探したんですけど、なかなかないんですよ、理想的なものがね。全然見つからなくて、なんか本当にかゆいところに手が届かないなっていう感じで過ごしてたんですけど、ありましたよ、これ。これが今回紹介したいキーボードになります。ニューフィーっていうところのニュータイプ F1 っていうキーボードになります。 60% のキーボード、小さいキーボードで、Bluetooth で3つペアリングができて、 Windows と Mac で両用できる理想的なキーボードです。でこれは必須の条件ではなかったんですけど、まあこれメカニカルキーボードっていうことで、茶軸のキーボードを購入しました。もうね、マジで理想的なキーボードで、僕はテンションが上がっているんですが、ちょっとねこの製品のそもそものスペックとか機能性じゃない部分でとあることが起きたので、まあその話はちょっと最後の方に話そうかなと思っているんですけど、これからねこういうキーボード探してたっていう人で購入しようかなと思ってる人は、ちょっと最後まで見てください。はい、ということで、じゃあ早速動画の内容に行きましょうかね。レッツゴー。はい、じゃあ早速このねニューフィーっていうのを開けていこうと思うんですけど、開けるとこんな感じですね。で説明書、これ説明書自体はもうすごく本当に簡素なものしか入っていないので、一応ね日本語での記載があるんですけど、まあこの小さいキーボードっていうことで使い方にちょっと癖があるので、
でね、まあこれはいい点なんですけど、ファームアップで結構こうキー操作が変わったりするので、その点は、メーカーサイトを見た方が最新のデータになってるのでいいのかなと思います。で、中身はこうケースに入った状態ですね。ケースがついてきて、これ本体なんですけど、ちょっとこれ置いといて、ケーブルが2本、こう USB の Type-C to C のものと USB Type A から Type C のものがあります。で、この Type C から Type C のやつは非常に短くなっているので、後でちょっと見せる使い方の時に使うケーブルになってます。で、あとはこのキーボード、メカニカルキーボードになってるんですけど、こういうキートップを取る、なんていうんだろうね、これキートップを外すやつがついてます。で、さっきこうケースに入ってるよって言ったんですけど、こう開けていくとこういった感じでキーボードがついてます。このケース結構なんか質感良くて僕は好きですね。このロゴとかこの辺はちょっと古臭い感じがあるんですけど、逆に可愛いというか、僕は嫌いじゃないですけど好みは分かれるかもね。で、ここがね、キーボード、これさ、ちょっと先に見せていい？めちゃくちゃ綺麗じゃない？もうね、このプロダクトのデザインマジで最高だなと思ってます。本当に好き、最高で。ここがね、マグネットになってて、こういう感じでつきます。なので、こうね、ケースパーって開いても簡単には落ちない感じになってます。で、このケースに関してなんですけど、後ろ向けて、ここのね、ハトメの部分、ハトメだっけ、なんだっけ、これ逆にして、こう止めてやると、こうスタンドになるんですよ。なので、ちょっと僕タブレット端末とか持ってないんですけど、この辺にこうタブレットとか置いてやると、こう打ちながらね、Bluetooth でつないで使えるよっていうケースになってます。これ非常にいい、最高で。ちょっとケースから外しますけど、キーボード自体はこういう感じ、マジでシンプルな作りですね。これね、タイトルにも書いてるかなと思うんですけど、マジで使いにくいです僕的には理想的でマジで最高なキーボードなんだけど、万人におすすめできるかって言ったらできませんね。使い方に非常に癖があるし、ちょっと面倒な部分はあります。ただ、まあ僕はめちゃくちゃ気に入ってるし、まあ小さいことが何よりなので、このキーを組み合わせて使うっていうのも別に許容できる範囲だし、何よりも便利なので、便利だし美しいので好きです。はい。で、こっち側にね、こうスイッチが、この部分にスイッチがあって、USB-C の、接続部分があるよっていう感じですね。で、このスイッチの部分なんですけど、このスイッチを今真ん中にあって、これ左側にすると有線、みんなから見るとどっちだ、みんなから見て右側にすると有線で、左側にすると、無線 Bluetooth で接続するモードになってます。はい。で、これはね、JISキーボード、 JIS 規格のキーボードなんですけど、 US キーボードもあって、それの場合はこの端子が逆側に来るみたいなので、まあその辺は注意した方がいいのかなと思います。裏面がこんな感じになっていて、まあオレンジ色、このね、黒とオレンジのこのカラーは僕は嫌いじゃないんですけど、好みは分かれるかなと思います。ただね、この裏のオレンジに関してはそんなに見えないので、そんな気にはならないかなと思います。僕は今回これ購入したのはブラックで、メカニカルキーボードなので、茶軸のキーのものを注文しました。ブラックの JIS キーボードの茶軸ですね。はい。で、僕はこれ、公式サイト、海外のサイトですねに直接注文したので、これ黒なんですけど、 Amazon でもね、一応こう多分代理店が入荷してて売ってるんですよ。そこだと JIS キーボードでもホワイトがありました。ただなぜか直販だと JIS キーボードの白がなかったので、白があれば僕は白にしてたかもしれない。あ、ちなみにこれ一回開けてこう内容物をこう元に戻して開封してるので、ちょっと汚れがあるのは仕様ではありません。ちゃんと綺麗な状態で届いておりました。でね、これ紹介今回してますけど、この前にこう打鍵音だけをこう残した動画っていうのは先に出してあるので、まあそれこうね、打鍵音気になる人は確認してもらえればいいと思うんですけど、これね、メカニカルキーボードって僕初めて使ったんですけど、めちゃくちゃいいわ、気持ちいい。テキストを書くような仕事があるような人はぜひ使ってみるといいのかなと思います。めちゃくちゃ気持ちいい、ブログ書くの超気持ちいいんで、メカニカルキーボードおすすめ、初めて使ったくせにね、偉そうにおすすめしておきます。で、これね、ちょっと面白い機能があって、
今ここにこうモニターに今つながっちゃってるんですけど、MacBook Pro があります。でこれ JIS キーボードのモデルなんですけど、こうね MacBook Pro があるんですけど、こいつにこう載せれるんですよ。こういう感じで載せて使えるんですよね、 MacBook Pro に。まあこれなんかあの別名あるらしいんですけど、よくわかんないけど、こういう感じで使えるキーボードになってます。でこの時に注意点なんですけど、これ JIS キーボードを JIS キーボードに載せるっていうのはできるんですけど、 US キーボードを JIS キーボードに載せたりするっていうのはできないので、その点は注意してください。このね裏にこう溝があると思うんだけど、これがうまいことこうキーから浮いてこう載せれるっていう感じですね。ただまあ僕はわざわざこのキーボード持ち歩いてそこまで使うかって言われたら微妙なとこなんですけど、横から見るとこんな感じです。だから MacBook Pro をメインにしてて、こうやってねデスクに置いて使ってるっていう人はこうやって乗っけて使うのもありなんじゃないかなと思います。出先じゃなくてね、家とかで。でこれファンクションキーがないんですけど、タッチバーとかまあ物理的なファンクションキーがある Mac だとまあここの来るんですけど、これね見えないからこうやって使うわけじゃん、こうやって使うわけよ、見えないからなかなかね使いづらくはなるかなと思います。ファンクションキー慣れてないと。でこう裏にさ、こういうスタンド最近流行りだけど、こうやってつけてね、こう角度をつけてやればちょっとこう見えるので、こうねファンクションキーというかタッチバーとかを使いながらっていう使い方もできるんじゃないかなと思います。これはでもね本当になんかテキストを書くのがメインの人とかだったら、このキーボードを持ち歩くメリットがあるんじゃないかっていうぐらいあのいいキーボードです。でさっき見せたね、これ何に使うかっていうと、この MacBook Pro とか載せて使う時にこうやって短いケーブルを使って接続するっていう使い方の時に使うケーブルです。まあ Bluetooth でもつながるんですけど、こうね短いケーブルでつないでやると、このキーボード自体のバッテリーは消費しないし、まあわざわざ外に持ってった時にこのケーブル持っていくのは面倒かなと思うんですけど、まあこうやって使う使い方もありなのかなと思います。こういう短いケーブルがついてくるのはいいですね。でこいつのもう一つの特徴なんですけど、これ RGB で光ります。これちょっとこのライトだと見づらいかな、こうやって光ります。僕はそのキーボード別に RGB で光らなくても全然いいんですけど、こうやって遊び心があるのはちょっとテンション上がるタイミングはあるかもしれないですね。キーの組み合わせでこう変えていくんですけど、これ切るか、なんか結構いろんな光り方するんですよ。なのでまあ遊び心としては面白いものがあるかなと思いますね。好きな人は好きかも。まあこの辺も気になる人がいるようだったら別の動画でまとめようかなと思うんですけど、これなんか飴みたいで可愛いよね、キャンディーみたい。でですね、こいつ僕非常に気に入ってるし、まあマジで最高っていう感じのプロダクトなんですけど、あのねこれ買ったはいいし使い始めてうひょー最高って感じで使ってたんですけど、肝心のね Bluetooth が繋がらなかったんですよ。マジでね、さすがにこう一発目で不良ってなかなかないじゃないですか今時ね。なのでなんか設定がおかしいんかなと思っていろいろいじったんですけど、まあ Windows、Mac、Android 全部ペアリングできなかったので全端末再起動して、このキーボードも、リセットして、で、バッテリーが足りないのかなと思ってフル充電されるまで待ってみたりとかいろいろしたんですけど全く繋がらなくて、もう Bluetooth の一覧にも出てこないんですよこいつがねなのでもう困ったなと思ってサポートに連絡をしたら、まあいろいろねこれを試してくれあれを試してくれって言われて全部試したけどダメってなった時に、動画を撮って送ってくれって言われたので動画を撮って送ったんですよ。まあそしたら確認したよってなって、まあ交換品を送るよっていう連絡をいただいたっていう形ですね。いやめちゃくちゃ気に入ってたから、まあその時は有線でも使っててBluetooth でつながらんのは困るけどね。 Bluetooth でつなげるっていうのもこれを買った、理由の中の最大の理由の一つだったので、最初に言った通りね困ったな、でもこれいい使い心地いいからなと思って使っておりました。でここにもう一つあるんですよ箱がね。っていうかなんとなくチラチラ見えてたかもしれないんですけど、ここにあるんですよね、使っております。で今こう説明にいろいろ使ってたのがこいつで
こういった形で、ブラックの茶軸ディスキーボードがもう一つ手に入りました。別に嬉しくないけどね。こいつが、Bluetooth 不良品っていう形ですね。でですよ、ここからが一番大きいメインの話になってくるんですけど、これね、交換品が届いて、まあ、めちゃくちゃ不安だったんですよ。その Bluetooth、まあ、1個買って 100% の不良だったから、これがまた Bluetooth つながるのかどうかっていうのがめちゃくちゃ不安だったんですけど、これ届いてつなげて、今ねこれファンクションを押しながら QWE っていうので3つの機器を変えるんですけど、なんと Bluetooth つながりました。よかった、つながりましたって言ってなんか引っ張ってんだよって思った人今いるかもしれないんですけど、でこれねちょっと見てほしいんですけど、まあ今んとこ本当に使用上、実際の使用上こう木を打ち込むとか Bluetooth でつなぐとかその辺は一切問題ないんですけど、ちょっと見てね、これちょっとまた暗くしよう。これね見てほしいんですけど、今これ綺麗に光ってるじゃないですか。これねいくよ、これ綺麗に光ってるじゃないですか。でまあこうやって色が変わっていくやつはねちゃんと綺麗に光ってるなと思うんですけど、これ今こう単色で光るモードになってるんですけど、これよく見て、これマジでよく見て、これ一番下のキーの色だけ違うのねえ、おいーっていう。でさ、なんかこれ一番下だけね、この色の組み合わせ、水色ライトブルーとまあブルーっていうのはまあなんかまあぶっちゃけ別にねあんま気にならないというか、なんかここだけちょっと濃くなってんのかなと思って、これ最初ねこれ確認した時、これ交換品が来てね、これ確認した時あれこんな仕様だったっけと思ったの。ここだけ色が違うみたいな、あれこんな点灯パターンあったっけって思ったんだけど、これねちょっと色変えていくわ。これいくよ、この辺が見やすいね。でこれ青一色にするとさ、青一色になんのよ。で次変えるじゃん、これねパープルっぽいやつ、これもねちゃんとした色になってます。でもう一個変えていくと、これがなんかホワイトっぽいのとなんだけど、ここパープルなのよ、これ赤真っ赤、これちゃんと正しい色が出てます。イエロー、まあなんかライトグリーンっぽいイエローとレッドになってんの。この組み合わせはないでしょって思うじゃん。でこう色変えていくとね、こうグリーンになるじゃん。でグリーンになるとついてないの、ここが。これさ、なんか色の感じを見る感じ、これ一番下の列だけグリーンの LED が死んでんだよね。おえー、もうニューフィーさんどうする、マジで。これね、だって2個家に届いて2個とも不良品よ。1つは Bluetooth つながらず、こいつね Bluetooth つながらないのと、一番下の列の緑色の LED が死亡してるっていうやつですね。不良率 100% やばくない？こんな動画出したら怒られるかなまあでもいいよね、仕方ない。でね、この感じなんだろうなと思ったけど、なんかこのデザイン自体すごくいいし、このプロダクトのね、まあ、見た目っていうのもその機能性的なデザインも僕はとても好きなんだけど、なんだろう、なんか勝手に想像するに生産してる工場があんま良くないんじゃないかなと思ってしまう。これ中国のメーカーっぽいんだけど、裏にねデザインインシンセン&トロントとかって書いてあるんだけど、アッセンブルドインチャイナって書いてあるので、生産は中国なんですよ。なのでこう作って、あ、どっちがどっちの不良だっけ、作ってるね工場が良くないんじゃないかなと思う。でね、細かいところっていうか、最初から疑問に思ってたんだけど、これさ、あ、違うわ、反対だ。ここのさ細かい部分なんだけど、ここのスイッチの部分見えるかな、なんかね汚いのよ。なんか内側にこうグリスが残ってるみたいな感じになっていて、これ初代ね初代不良、 Bluetooth 不良の方なんだけど、ここのキーっていうかスイッチがめっちゃ硬いのよ。でまあ1台目だったから、え、こんなもんなのかなと思って、なんか不意にこうねカチャって変わらないように固めになってるのかなぐらいな感じだったので、一応そのサポートと連絡取ってる時とかにも伝えたんだけど、特に何の反応もなかったから、あ、そういうもんなんかなって思ったんだけど、これね新しく来たやつはここのスイッチめちゃくちゃ簡単に変わるのよ。こう今人差し指で変えてるけど、
こういう部分の品質のばらつきも大きいよね。で、今そのこのキーボードのライトが光らないっていうのも、引き続きサポートに連絡をしてるんですけど、この連絡をしてから一旦返事が止まっているのでちゃんと返事が返ってくるのか、ここから無視されるのかは分かりません。2台送ったからいいだろうって思ってるのかもしれない、分かんないけど、さすがにないか。これね、どうするとか言って、まあ正直ぶっちゃけ良くないけど、良くないよ。1万3000円ぐらいかな、価格1万3000円ちょっとぐらいで買ったんだけど、キーボードにしてはまあそこそこするよね。普通に別に安くはないキーボードで、こんなん嫌だけど一応 Bluetooth 使えるし、機能的にね不具合のあったこいつよりは一応使えるので、機能的には。最悪こっからサポートが打ち切られたらこいつを使っていこうかなと思います。っていうか、まあでも3台目送られてきてもね、という感じのお話でした。めちゃくちゃ気に入ったプロダクトだったけど、本当にって感じの今はね感想になっている残念な状態です。はい、ということで久しぶりだったので、まあなんかこう動画を作ってない間にあったことっていうのを紹介する動画になったんですけど、まあ写真関係の話とかをしていくとか言いながら、あんまり写真関係の話をしてないですけど、面白かったなと思ったらチャンネル登録と高評価の方をしていただけると嬉しいなと思います。キーボードなんかできればもう完璧な動作品が届くのを祈っておりますっていう感じで、またそれがね届いたら報告の動画とかも作っていこうかなと思うんですけど、本日の動画はここまでとなります。また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。マジでさ、やばくない？2台届いて 100% よ、不良率。ね。